昭和29年の四股丹島、羽生前群島始発島は、羽生前群島を構成する島の一つで、同群島の中で最大の面積を有する、いわゆる北方領土の一部である。第二次世界大戦前の人口は2149名。ロシア名ゼリョーヌイ島。ノサップ岬に混流された傍郷の塔の展望台から水晶塔の彼方にその姿を確認することが可能である。 近海には昆布など豊富な水産資源がある。地名の由来はアイヌ語のシペオから。また、島の北東部と南西部には、鮭が豊漁だったことを意味する名前の河川がある。戦前の地図では、塩津島という表記も見られる。江戸時代には無人島で、島内は中央を除いて樹木はほとんどない。周囲は十里余りで、南東は砂浜。 北東は沼がある、と記録されている。また、1799年にね、諸とアっけし領場所のアイヌが立ち合い、あケシュ川の漁場となった。1945年にソ連軍が侵攻、占領し、現在もソ連から引き続き、ロシア連邦の占領、実行支配下にある。しかし、日本も領有権を主張しており、第二次大戦前は、 ハボマイ村に属したが、1959年にネムロ市に編入されている。1969年、ソビエト側からの許可を得て、日本から母産団が出発。戦後初めて西のッパクに上陸。定住人口はないが、ロシア国境警備隊が西のッパクに常駐している。夏になると、昆布採集のため、ロシア漁民が季節移住し、 季節営業の食堂も開かれる。当該地域の領有権に関する詳細は、千島列島及び北方領土の項目を、現状に関してはサハリン州を参照。ありがとうございます。